さんこんにちは、ジュリアです。はい、今日はですね、なんとなんと久々にイメチェンをします。で、ちょっと今朝なんで小さい声で話してるんですけど、はい、暑いですね朝からちょっと家ではノエルジャック起きちゃうから撮れなかったんだけどなんと今日はイメチェンをしちゃいます。やばい。で、今日のイメチェンは結構ガッツリ変わると思うんですよ。で、前から私楽しみにしてたのね、今日を。だから皆さんにもちょっと楽しんでもらえたらいいなと思ってるんですけど、今日はね、イメチェンするところをちょっと撮影が入って、撮影をしながらのイメチェンっていう感じになるので、ちょっともうどんな感じになるのか今ウキウキしてるんですけど、今から早速向かっていきたいと思います。いつもの柏さんのところです。それでは行ってきます。めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみ、どうしようどうしよう、楽しみとドキドキワクワクといろんな心情です。はい、はい、今前にも来た渋谷にあるアバウトライフコーヒーブリュワーズというね、あの緑のタイル基調としたお店に来てるんですけど、ラテを飲んでます。ここでもちょっと撮影してて、今からこのミディアムヘアをイメチェンしちゃいます。この前食べなかったけど、これバナナブレッドを今日食べてるんだけど、めっちゃ美味しい。最高、バナナブレッドがあるお店は食べちゃいますねということで、ここを出たら柏さんのところに向かってチョキチョキしてきます。ということで、本日も柏さんです。こんにちは。グリーンヘアになりました。はい、変わりました。いいですね。何でしたっけ、グリーンはなんとかって言ってましたよね。グリーンはなんとか、うん、あ、そう、ちょっとなんかね、エネルギッシュ。あ、そう、エネルギッシュだ。そう、私もグリーン好きだからいいなって。夏なんでね。いいですね、イメチェンですね。はい、ということで私もイメチェンします。ちょっと今日撮影があるのでマスクは今外させてもらってるんですけど、今日は思いっきりいきます。こんな感じこのくらい結構切るね。で、前髪をどうしようかなって思ってて、今なんかあった方が可愛い気がするんですよ。あれだよね、作る少し短くってことだよね。その髪だと前髪は目よりは知っても下ぐらいかな。耳にかけたいかかけたくないかとかで雰囲気結構変わる。そっか、なっちゃうんだけど、どっちが似合うかな。思いっきり行きたいの。思いっきり行く、うん、思いっきり行っちゃおうか。やば、めっちゃ楽しみ。お願いします。なかった、そうそう、なんもないです。なんもない、イメチェンです、ね、気分的な問題で。はい、お願いします。お願いします。これだけでこのまま私がチョキチョキ行きたいぐらい。そしたら一回ポップになる。最初にヘアカラーします。何色になるでしょうか。暗くなります。先に粗切りしちゃいました。すいません。ボブ。ボブいいけどね。これがボブです。ボブもね、間違いなく似合うから。じゃあ暗くしまーす。切ります。切ります。
たいです。暗い紫でアッシュ系なカラーを今入れてるかと思われます。これを流してカットです。完成しました。一緒に撮ろう。柏さん、なんと今回はショートヘアになりました。そんな拍手しなくていいのに。ありがとうございました。めっちゃ切ったね。めっちゃ切りましたもん。これはイメチェンですよね。20センチ切りました。でもさすがという。後ろ見てください。こんな感じで、もう完全にショートボブじゃなくって、何年ぶり？5年ぶり、2年ぶりとかですかね、多分。すごい。でもその時より短い。短いですよね。短い。その時より短い。そう。しかも前髪があるという。前髪作りました。はい、ザクザクいっちゃいました。いやー、ありがとうございました。ようやくいっちゃいました。すごい。写真またインスタに載せます。ぜひチェックしてください。楽しみにしてください。ありがとうございました。こちらこそ。ということで、お家に帰ってきました。やばい。久々のショートヘアになりました。じゃーん。どうですか、後ろまで。さっき見せたと思うんですけど、ここにね、変な今癖があって、ここ間空いちゃうんだけど、まあ、こうやってこんな感じでサイド分けもできるし、センターにすると、あ、なんか懐かしい。自分を見て懐かしく感じる。センターにするとこんな感じです。で、反対にするとこんな感じかな。こんな感じですね。え、やばくない？久々すぎてやばい。どうしよう。すごく嬉しい。そう、なんかここ最近、少し前からショートヘア気分になっていて、もう街歩いてる人もインスタグラムで見る人も、もうショートヘアの人にしか目がいかなくって、もうすごく私憧れてたの。ショートにしたい欲がすごくあって、本当はもともと少し前、5月くらいにはずっとね、もうボブにしちゃおうかなって考えてたんですよ。そう、少しこのミディアムヘアに飽きてて、で頑張ってロングヘアまで伸ばそうかなって意気込んでたんだけど、でもやっぱりなかなか伸びなくって飽きてたんですよ。でもね、ここ最近そのミディアムヘアも結構気に入ってたりして、結構ヘアアレンジでね楽しんでたから、結構ミディアムヘアも気に入ってたから、少し寂しさはあったんですよ、今日切ることに。でもやっぱりなんか変えたい気分で、ヘアスタイルをついに今日ショートヘアに
ちゃいました。昔やったショートヘアの時はブラウン系で髪の毛の色が明るめだったから、今回この暗めっていうので結構新鮮な感じなんですけど、すごく不安でした。でもなんか切ってみてめちゃくちゃさっぱりして、あーよかったなっていう、今もう安心感でいっぱいです。で今日はちょっとあるね撮影をした1日だったんですけど、多分スタッフさんとか映ってたかな動画に。なんだけどそれの詳細はまたねちょっと後になっちゃうんですけど、ハッピーなことがあるので、はい、そちら楽しみに待っててもらえると嬉しいです。またねお知らせできるようになったらお知らせしたいと思います。ということで今日はヘアチェンジ動画でした。ということで今年の夏はこれで楽しんでいきたいと思います。ということで本日の動画はここで終わりにしたいと思います。次の Vlog もお楽しみにしててください。バイバーイ、おやすみなさーい。